どうもクロスロードラボです。本日はですね、楽天スーパーセールということで、12月4日から12月11日まで、楽天市場の中で年末のねスーパーセールが行われています。楽天カードを持っていたりとか、普段楽天経済圏をね活用している方にとってはポイント面でもさらにお得になっています。そんなセールでですね、いつものように安いウイスキーを厳選してみました。もちろんちゃんとネット市場の安い店と比較していますので、損をするっていうことは基本的にはないようにしています。そんなにね、まあ他と値段が変わらないようなものは、今回はね省きました。まあちょっと100円200円、こっちの方が安いかなっていうところはね、できるだけ今回はねちょっと少なくしました。で、準備なんですが、まずはねとりあえずポイントが倍増する、買い回りキャンペーンというのにエントリーしておきましょう。これね、エントリーボタンを押すだけなので、とりあえずこれは必須です。そして注意事項なんですけど、今回紹介するものね、送料無料のものとそうじゃないものがあります。で、送料無料って書いてあっても、お店によっては北海道だったり、あとは沖縄とか一部離島だけは送料がかかるっていう場合もあります。そこはねちょっと注意してください。で、動画内で送料のかかるものに関しては、東京の金額でお話ししますので、住んでいる地域によってね送料が変わります。そこはねちょっと自分で確認してみてください。そしてお店によって、在庫数の少ないものもありますので、気になるものがあったらお早めにねチェックしてみてください。動画を見たタイミングではすでにねなくなっているっていう場合もあると思いますので、その場合はねちょっと申し訳ないというかご了承ください。で、楽天市場使ったことない方のために、楽天市場っていうのは様々なお店が楽天にこう、店舗をね出している形になります。お店によっての対応だったりとか、あと送料のね、感じも違いますので、その点に関しても注意してください。もちろんね、いつも言ってますけど、ご自分が住んでるお近くに、安い店があったらそちらでね、購入いただくのが一番いいです。僕みたく近くに安い店が一切なくてね、ネットで買うしかないという方もたくさんいらっしゃると思いますから、そういう方にはね、とても参考になると思います。ほとんどね僕もネットで買ってます。そして紹介したものはすべて、この動画の概要欄の方に記載していますので、そちらの URL からご購入いただくと、少しだけこのチャンネルのね助けになりますので、よろしくお願いします。そんな感じでね、一気に手早くね紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、まずはねクレンモオレンジ10年、1リッターですね、4828円ということで、まあ、送料かかって640円です。これは東京の送料ですね。こちら定番でもあるグレンモオレンジ10年なんですが、1リットルボトルってね結構安くなります。ネットの一番安い、お店を探しても5660円だったので、こちら 700ml に換算すると3827円ということで、まあ、かなり安いですよね。乗員してる方にはね、まあ嬉しいですね。ちょっとでも安く買いたいっていう方もねいるんじゃないでしょうか。まあしかもね、未だに根強い人気のこれ旧デザインのボトルなんですね。今はだいぶポップなねデザインに変更されました。普段飲みのね強いお供になるんじゃないかなと思います。続いてグレンモオレンジ金樽版14年、こちらルビーポートワイン樽で追加熟成したもので、チョコレートのコクが感じられる人気の甘口グレンモオレンジということで、まあ、写真だとねこちらも旧デザインのものですね。現在ネット市場だと、まあ新旧どちらのデザインのものも7300円くらいなので、まあ、結構安いですよね。送料入れても6000円台。まあ、住んでる地域にもよりますけど、かなり安い方じゃないかなと思います。続いてグレングラント12年、グレングラント12年はですね、定番品のグレングラント10年よりも、さらに少しシェリーのねシェリーダル原酒の比率を上げている華やかなブレンドになっています。他だと送料別でも安くて、4600円ぐらいなので、購入される地域によっては少し安いと思います。こちらもまあ乗員されている方にとっては嬉しいんじゃないかなと思いますね。3958円プラス送料となっています。続いてフォアローゼズシングルバレル、一つの樽からのみボトリングするシングルバレルということで、現行フォアローゼズの中でも最もフレーバーの強い飲み応えのある人気銘柄じゃないかなとは思います。こちらねネット市場の安い店だと送料別で5500円、まあアマゾンだと送料無料で5700円とかなので結構安いですよね。東京だと送料640円ということで、まあ、バーボン好きでこちら飲んだことない方っていうのはこの機会にね、ぜひおすすめしたいなと思います。
シーバスリーガル18年6297円ということで、こちらね送料無料です。数々の品評会で賞を取っているシーバスリーガルの定番品ということで、先日ね18年熟成ウイスキー特集っていう動画を出したんですが、その中でね紹介したのはアマゾンで、アマゾン安くてね6980円だったんですよ。なので、まあ、結構安いですよね。しかも送料無料なので、普段飲みされている方も飲んだことない方もおすすめです。続いてボウムは18年12510円、こちらね送料別ですけど東京だと640円ということで、これはね結構安いと思います。スパニッシュオークダル原酒の比率が高められた、ボウモアということで、甘さも増した飲み応えのある人気銘柄です。しばらくね9倍してたんですけど、最近少しね値上がりして、今年復活しました。希望小売価格ね13200円なんですけど、ネット市場だともう16000円くらいになっちゃってるんですよね。なので12510円というのはかなり安いと思います。ほぼね希望小売価格。来年4月から、こちらね正規の希望小売価格が税込み18480円になるということで、値上がった後のことを考えるとねめちゃくちゃ買いなんじゃないかなとは思います。おすすめです。続いてグレイン20年3599円プラス、送料です。あまり聞き慣れない方の方が多いと思うんですが、以前ねこちら動画で紹介しています。デュアーズ7代目マスターブレンダーのステファニー・マクラウドさんがブレンドをした、シングルグレンウイスキーで、なんと20年熟成なんですね。送料を入れても4000円台ということで、このスペックでグレンウイスキーの中ではもう最安なんではないかなと思います。ネット市場だと送料別で4400円くらいなので、まあちょっと安いかなって感じなんですが、そもそもねこのウイスキー自体がねすごい安いと思います。シェリーカスクとバーボンカスクで熟成していて、バーボン系の味わいじゃないので、モルト好きでもね結構楽しめるんじゃないかなと思ってます。内容はシェリーダルと、バーボンダルで熟成していて、よくあるね、バーボン系のグレーンウイスキーの味わいじゃないので、モルト好きの方でも結構楽しめるんじゃないかなと思います。こちらほとんどね詳細が謎なんですが、他にもね20年熟成のこのシリーズ2本あるんですけど、そちらもね安いんですよね。そちらはねセール対象にはなってなかったです。ぜひね気になる方は以前作った動画も合わせてご覧になってみてください。グレンフィリック21年グランレゼルバ23980円ということで、まあ高いのか安いのか分かんないという方も多いと思いますが、こちら安いです。通常入手できる定番品の中ではグレンフィリックの最高峰かなと思うんですが、まあ一般的にはね21年以上熟成したヨーロピアンスパニッシュオークダル原酒とアメリカンオークダル原酒をブレンドして、さらにカリビアンラムダルで4ヶ月間熟成させた飲み応えのある仕様になっています。まあ、バーボンダル原酒プラス、シェリーダル原酒を、ブレンドしてラムダルで追加熟成って、感じだと思います。こちらネット市場の安い店でも28000円くらいはするんですよね。送料入れてもかなり安いです。多分ね並行輸入品ですねこちらね。現在ね正規輸入品の場合は希望小売価格36300円税込みっていう感じなんですよ。来年4月から税込み39930円に値上がりします。海外のね元の値段が上がるんであれば、並行輸入品も影響を受けると思いますので、欲しい方は今のうちかもしれません。まあ年末ですしね、ちょっとこう財布の紐が緩んでいる方はぜひね検討してみてください。まあ見た目も豪華でね、年末飲むにはかなり満足感があるんじゃないかなと思います。バランタイン30年34155円、送料無料です。こちらねバランタインの定番品の中では最高級の位置付けの30年です。ウイスキーをねあまり飲んだことない人でも、飲みやすい、とにかく癖のないねバランスのいいブレンドになっています。ネット市場だと並行輸入品の箱なしでも37800円くらいしますので、数千円安いですよね。ちなみにね正規輸入品の希望小売価格っていうのは税込みで96800円もします。かなり開きがあるんですね。しかも来年4月からは税込みで、116110円に上がってしまいます。まあ正規輸入品と並行輸入品ってこれだけね、バランタインの場合は開きがあるんですね。こちら売ってるお店ね、六甲山蒸留所を運営しているアクサスのオンラインショップのようです。そしてラフロイグ25年、多分これはね2021年ボトリングのものです。69300円プラス送料ということで、通常入手できる定番品のラフロイグの中では最も熟成期間の長いもので、
まあ、毎年発売されています。まあ、30年とかもね、28年とかもあるんですが、25年が最も一般的だと思います。しかもね、カスクストレングスなので飲み応えもあります。25年熟成のラフロイグだと熟成によってアルコール度数が 40% 台までね、下がることが多いんですが、2021年のものは久しぶりにねアルコール度数が 50% 台で保っていて、結構話題になりました。まあ、下がった方が熟成感があるものも結構多いですし、一概に高いからうんぬんっていうわけでもないんですが、単純に度数が高いと人気があるんですよね。ちなみに2022年リリースのものはね、53.4% ありました。ただ現在安い店でも2022年のものは82,500円します。そしてこの2021年のものはですね、安い店探しても77,800円でした。なので結構安いんじゃないかなと思うんですよね。買われる方はね、まあ結構少ないと思うんですが、海外の価格を見ても現在 7,8万はします。なので全然適正価格じゃないかなと思います。こちらね、もちろん、一般の方、買われる方もいると思いますけど、お店をやられてる方なんかもね、ぜひご検討してみてください。そして最後はジャックコークです。こちらは今年発売したね、缶のジャックコークなんですが、なんと、24本で2,800円、送料無料ということでめちゃくちゃ安いですよね。1本ね約、116円です。激安です。年末ね、集まって家飲みが多い方はね、いかがかなと思います。まあ、途中で飽きてしまっても、このチャンネルでいろんな、ジャックコーク缶のアレンジをしている動画っていうのがありますので、そちらの方ねぜひ参考にしていろんな飲み方をね試してほしいなと思います。普通にねレモンを入れるだけでもかなりさっぱりして美味しくなります。1本116円だったら自分でねジャックダニエル買ってコーラで割るっていう方もちょっとね迷う方多いんじゃないかなと思います。まあ、今年話題になったものですし、まだ飲んでないという方はね、ぜひ試してみてください。はい、いかがだったでしょうか。結構ね、魅力的なものあったんじゃないかなと思います。もちろんね、ウイスキー以外もかなり安いものがたくさんありますし、普段の値段の半額になっているものだけを検索できたりもしますので、ぜひねそちらの方も合わせてチェックしてみてください。日用品をね買い溜めておくチャンスでもあると思います。まあ、ウイスキーに関しては来年以降続々とね値上がりが発表されてますし、まだ値上がってないものもね、いつ値上がりするか全然わからないので、後々買おうと思ってたものは早めに買っておいた方がいいんじゃないかなと思います。で、楽天市場の場合ね、やっぱりアマゾンと違って、アマゾンはこうアマゾンプライムっていうのがあってね、プライム会員は送料が無料になったりとかいろいろあるんですけど、楽天市場の場合はいろんなお店が出店しているだけにね、送料もバラバラだったり価格もねかなりバラバラだったりしますので、なかなか今までまとめてこなかったんですけど、ふるさと納税とかはね相当楽天市場でやるとお得なのでポイントもつきますしね、今度はちょっとふるさと納税もね、12月ですしまとめてみたいなと思います。結構ね12月は駆け込み需要がありますので、まだ残ってるウイスキーをちょっとねまとめて紹介したいなと思います。そんな感じで本日は終わります。チャンネル登録、ツイッターフォロー、インスタのフォロー、サブチャンネルの登録をお願いします。クロスロードラボでした。バイバイ。晴れて